皆さんお疲れ様です。今回は日頃使って凝ってしまった首こり肩こりを改善していくストレッチを皆さんと一緒にやっていこうと思います。まずはじめは肩回し、両手の指先を肩につけて肘で大きな円を描くように回していきましょう。肩の力を抜き、肘はできるだけ真上に通るようにしましょう。ゆっくり大きく動かしていきましょう。反対も行っていきます。変わらず肩に力は入れず、肘で大きな円を描くように回していきましょう。ゆっくりと自分のペースで呼吸と一緒に行っていきましょう。次は頭の後ろで両手を組み、手の重みを使って首を下に下ろしていきましょう。ポイントとして猫背にならず、背筋はしっかりと伸ばした状態で行っていきましょう。肘をゆっくり下の方に下ろし、腕の重みを感じていきましょう。続いては右手を左のこめかみの方に持っていき、首を倒していきましょう。この時左手は肩から内側、外側に回していきましょう。手の重みで首の筋が伸びているのを感じていきましょう。反対も行っていきます。肩に力は入っていませんか？しっかりと手の重みを感じながら、ゆっくりと力を抜いていきましょう。続いては右手で後頭部をガバッと持ち、首を下げていきましょう。左手は右のももの上に置いていきましょう。肩の力を抜き、腕の重みを感じながら、首の筋がピンポイントで伸びているのを感じていきましょう。反対も行っていきましょう。じんわりと首の筋が伸びているのを感じていきましょう。続いて右手を右膝の上に置き、左手を後ろの腰に当てましょう。顔は首から右を向いていきましょう。この時背筋が曲がっていないこと、そして肩が力が入っていないことを確認していきましょう。もう反対も行っていきましょう。首筋をゆっくり伸ばしていきましょう。
続いてはキャット&カウのポーズです。肩の真下に手首、腰の真下に膝が来るように四つ這いになりましょう。息を吐きながら背骨を丸くし、おへそを覗いていきましょう。次に息を吸いながら顔を斜め上に上げていきましょう。呼吸をしっかり意識しながら行っていきましょう。続いては床におでこをつき、手を後ろから上に上げていきましょう。腕が上に上がらない人は無理しなくても大丈夫です。自分の気持ちがいいところで止めておきましょう。続いては先ほどの状態から両手を下に下ろし、前に伸ばしていきます。指先をなるべく遠くに伸ばすようなイメージで顔は上げていきましょう。背筋が伸びていることをしっかり感じていきましょう。続いてはあぐらに座り直します。手のひらを内側にし、両手を上げ、その後手のひらを外側に向けながら肘を引いていきます。肩甲骨を寄せ合うイメージで胸は張っていきましょう。肩に無駄な力が入らないように意識しましょう。最後は両手を肩から斜め後ろに伸ばし、パタパタと左右に揺らしていきましょう。肩甲骨を寄せ合うように動かしていきましょう。呼吸は続けながら行っていきましょう。お疲れ様でした。肩周りがじんわりあったかくなったんではないでしょうか。時間のある時にまたいつでも試してみてください。それじゃあまたねー。